いかつい。やばすぎるだろそれ。天才。天才の分け方じゃん。はい、こんにちは。ナイスガイナスガイです。鶴崎です。高田です。山本です。東大生、算数オリンピックなら無双できる説。出た、バトリック。以前ね、数学オリンピックの問題に挑戦した企画をね、やりましたが。激ムズ。算数オリンピック。出てた、出てた。出てたの、算数オリンピック。僕が東京に初めて行ったのは算数オリンピックが企画です。小学5年生の時。小学5年生。全国大会、中学6年生全国大会、中学1年生全国大会、中学2年生全国大会、中学3年生で予選落ち、中3までなのよ。算数オリンピックが部門もたくさん分かる、学年がたくさん分かる。すごい。そんな小学生を対象とした算数オリンピックがございまして、はい、本日は算数オリンピックおよびジュニア算数オリンピックから問題を選んでまいりました。はい。5年生よ、ジュニア算数オリンピックは。分数の足し算はできるようになってる。できるようになってる。そうだね。回答が出たらボードに書いてお見せください。はいはい、早いもん勝ちでございます。じゃあ参りましょう。よーいスタート。うわー長い、長い、ややこしい。はいはいはい、まずね、文章を理解することがね結構大事ですよね。ボールが箱の中に、あーそういうこと。はいはいはい、ビボビボビボ、はいどうぞ。はい、21個。正解。これ常識だよ。どういうこと？ビンゴ知識。ピアノズビンゴになるためには25、50、21個開ける。考えたことあるでしょ皆さん、ね、じゃあもうこれ出題される前から自分で研究したことあったんだ。うん。だって具体的には5と7と13と19と15開けてなかったらよくない？そうですね。確かに。必ずビンゴになるためには最低何個ボールを出せばいいでしょうって言ってんだから、20個だと必ずではないよ。20個だと、それの時にビンゴじゃないから必ずとは言い切れないよ、うん、で21個だとどうですかっていうと、1列目のどっかか2列目のどっかか3列目のどっかの4列目のどっか5列目のどっかのうちどれか1個は5個あるんだから、うん、ってことか。ボールを入れていくような問題なんですけど、逆にね全部埋めてから何個取るかっていうのをね考えていく方が解くのが早いというような問題でしたね。はい、ということで1問目は鶴崎さんの正解でございます。はい、それでは2問目に参りましょう、はい、それではよーいスタート。うわうわ知らなそう。一辺1センチの正十二角形があり、その中に正三角形が12個書かれていると。その部分を引いた部分の面積を求めてくださいと。図形の面積を求める問題ですね。うわ、もう初等力めっちゃ嫌いなのよ。え、こんなんさ全然むずいじゃん。全然むずい。てかまだ目処が立たないんだけど。十二角形。全然むずいよ。あれ、いや小学生でも解けますから。いやマジ？マジ？めっちゃむずいんだけど。ちょっとみんな裏切らないでね。ちょっと待って全然裏切り合いとかあるのこれ。はい待ってよ。はいはいはい、六。正解。イエーイ。図形を今26歳で当時が11歳だから15年ぶりに克服した。苦手だった。マジで苦手だったのよ、うん、図形の問題。え、解けたの？解けた。完璧に分かりましたよ。なんでなんで？まず、まあ、こういうさ部分があるでしょ。あるある。一番上を超ズームして、うん、超ズームにすると、うん、まあここは当然60度でね、正三角形だから、うんうんうん、でここも60度でここは30度なんですよ。はいはい、150度で30度、うん、で、まあ、ここ直角のね、まずね、まず、うんうん、で、ここを今結びます、ビビビッと。はいはい。まあ、まず 1cm×1cm の正方形ができる、ね、できるできる。で、まあこの正方形から正三角形を抜いた形がまずできます。はい、そう、はいはいはい。で、次に、まあこれをもうちょっと小さくしますと、こういうメールみたいな、うん、じゃあこの中、だいたいこういう感じになるわけじゃん、こう引いていくと6つ作ったら六角形できる、うんうん、正六角形とメールマーク6つってことね。そうそうそう、本当だ、この六角形作るんだ。真ん中をピザみたいにこうやって分ける。ピザというかカマンベールチーズみたいな。はい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 。で、ここの1個を考えると、この1個ってここ1センチで、で、ここ60度で、うん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 、で、ここは当然同じ長さで正三角形だから、おー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 、これ一辺1センチの正三角形。なるほど、やばい、はメールの蓋と同じだ。メールをボボボボボってバキってこう移動させると、はいはいはい、これ
になるわけね、正方形になるわけで、これが6個できます。なので、1、2、3、4、5、6で6平方センチメートル。すごいわ。お見事でございます。その通りですね。イエーイ。はい、そんな分け方そうか、こう分けてあげるんだ、こっから。すごい、あの狐の顔みたいな形ができる。はい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 、うん、あ、そう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 、ここからね、初心者マークみたいなのがあるよね。ここがもともとの、ここがもともとの、それが、ね、そう、狐6つ分だ。そう、なるほど。はい、という問題でした。すげえ。いや、これも早かったですね。やっぱ全国行ってるから違うんこれマジむずいよ。むずいよね。はい、ということで2問終わりまして、鶴崎さんが2点獲得です。しゃあ、強いですね。優勝や。じゃんけんだったら勝ってるから。じゃんけんだったら2と0ね。3問目参りましょう。しゃあ、よーい、スタート。ドン。なんだこれ。高谷さんでお買い物をしているというね、設定ですね。やるか。ちょうど3600円分になるように買うには、どうしたらいいでしょうという問題ですね。算数であるんですけど、結構ね難しいですけどね。一回立式してみる。あの大人なんでアジとかサバとか言わないで XYZW にしますね。プログラミング的思考にしちゃおう。俺なんかもう超なりイコールのやつ線一本で書くよ。出た出た出た。大学入ると急に一本省略されるやつね。どういう組み合わせで買うと3600円になるかっていう問題なんですけれども、いや、これ頭悪いな。プログラミング的手法を人間がやるの頭悪いってことに気づいてしまった。ちょっと待って、こうでしょ。こうか。あ、そうか、イワシ買うんだったら。え、はい。え、早っ早っ。12匹正解。早っ、早っ、早すぎ、早すぎ、早すぎ、嘘ついてるでしょ。適当に言ったでしょ。適当に言ってない。それはどうやって解きました。まず1匹以上買わなきゃいけないの、うん、だからもう1匹ずつ買いました、はい、1匹ずつ買っとくと、うん、3600円分があと3118円、はいはい、はい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 、でそれを残り4匹でどう買うかで、1の位を0にしたいわけ。はいはいはい。3118って1の位が8なんだから、うん、それを減らそうと思って、うん、イワシを1匹買ってみたの、はいはい、したらね、3040円でした。はいはい。サバとアジは、うん、あの1の位が0だからめっちゃ計算しやすいのね、はいはいはい、でこれがいっぱいだったらいいなって思って、はいはい、さらに気づいたのがサバとアジって足したらちょうど300円なのね。はい、はい、そうですね、うん、あと3000円だったらサバとアジセットを10セット買えばいいんだよなと思ったら、うん、3000円より40円高えなってなって、あっサバは10円か作れちゃう。サバとアジだとアジの方が40円高いね。ってことは10個のセット買った後にサバ1匹をアジに切り替えたら40円上がるから3040円になる。こいつ天才だ。やばい、この人サンマ1匹しか買ってないし、この人しか。やばすぎ。そうだよ、なんでこの人サンマ1匹しか買ってないの。一番高いアジを12匹。おかしいよ、おかしいよ、アジなんか全然食べれるだろ。アジも美味しいけど。てか、なんでこんなに買った。賢っ。はい、お見事でした。もう多分答え出てるから、うん、多分答えだね。これ以外の回があるかないかは正直分かんない、うんうん、でも、まあ、言ったらさ、そのさっきは8を消したい時に、うん、イワシ1匹で済ませたんだけど、もしかしたらサンマ2匹で済ませなきゃいけないかもしれない。確かにね、まあ、それは正直言ったらたまたまだね、今回正解だと。そういうのあるのよ、すごいな、はい、これちなみにですね、一応想定の解き方みたいな、まあいろいろあるんですけども、はいはい、サバとイワシとサンマの値段に注目すると、はい、130円、78円、104円、すべて13の倍数。いかつ。あ、いかつ、そんな気づかない。うわ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 。うわうわうわ。アジ以外のサバ、イワシ、サンマだけだとどんな買い方をしても13の倍数円にしかなんないんだ。そうですね、全部13倍。バカバカバカすごすぎ。まあ、アジは 13×13 足す1になっているので、うん、端数が出た場合はアジで買うしかないと。うわ、いうことに気づければ解けるということですね。一瞬じゃん。はい、一応3600を、3600円を13で割ると、276余り12になるので、余り12だから12匹買うか15匹、あ、じゃあ25匹とか買うみたいに。うわうわうわ、天才すぎる。すごい。しかも170が169足す1って言った今。確かに。いかつ。やばすぎるだろそれ。天才の負け方じゃん。170をさ、見てて169足す1だなって思ったことない。やばいね。もう一回言って、3600を
はい、13で割ると余り12余り12になるので、で他のやつらは何匹買っても13の倍数だから余りが絶対消えなくって、アジは13で割ると1余るやつだから、アジを1匹買うごとに余りを1減らせるんだ。だから12回買うと13の倍数になる。すごっすごっ、まあ、他が何匹買うか分かんなくてもアジの、そう、アジは12匹って分かると。すげえ怖っ、怖すぎる、すげえ170円絶妙、すごっ、169足す1円じゃんすごいすごい、10の倍数にしか頭いってなかったもん。あ、サバとアジは10だから、そうだね、余計でイワシとサバの時間考えればいいじゃん。そうだわ、だからこれ下井時だから0だから計算しやすいねとか言うのは実進数でやってるよ。おごりで、おごりで動かしたを13の倍数を受けなきゃいけないんだ。4つとも、4つ見たら3つが13の倍数で1個13余り1、すごすぎる、すごい天才すぎる、これいい問題だね。いや、これ回答込みで激烈にやばい問題だってことが分かった。福田さんが奇跡起こしたとか思ってたけど鳥肌問題じゃんこれこれすごい。はい、ということで、最終結果は須谷さん0点、鶴崎さん2点、福田さん1点で鶴崎さん優勝です。あ、強かったね、まあ、無双はしたんじゃないですか。無双はした、無双これはね、やっぱ学年別に分かれてるっていうのがよくてね、うん、自分のレベルに合ったものが挑戦できるので、うんうん、サンソルビッグは面白いですよ。いや、これはいい問題見たけど、いや、いい問題だな、これ感動しちゃった、ちょっと言い換えられない、今日俺これ正解はしたけど、そっちで解けば、これはすごいわ。はい、ということで、サンソルオリンピックやってきましたけど、まあまあ、結果は無双だったものの完全にやられます、ね、すごすぎる。またチャレンジしたいと思います。はい、というわけでチャンネル登録、高評価、コメントなどのお待ちしております。それではさよなら、さよなら、通知もぜひオンにしてください。今日の一問はこちら、動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、通知のオンもよろしくお願いします。概要欄に Twitter や LINE のアカウントもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。